はい、皆さんこんにちは。10月8日、日本はですね、そして、アメリカの方なんですけども、日本は水曜日で、こちらは火曜日ということでございます。10月9日、日本はね。今日の大谷翔平はシングルのみで、エラーでゲームを負けました。もうね、皆さんね、ドジャースはね、パワーもなければね、その返す力もない、いろいろね、せっかくね、テアスカ・ヘルネンデスが満塁ホームランを打って、少しでも近づけたんですけど、その後は何にもない。ヒット1個だけですね。そして、その前に、フレディ・フリーマンが一塁なんですけど、すごいボール止めたのよ、綺麗に。で、座りながらセカンドに投げて、ほんで、マチャードがね、もうずるいんだよ。左、こっち投げれば、走ればいいんですけど、こっち側に走って背がでかいから、ぶつかったのよ、ボールが。それでね、もうすごい大きな6点も取られて、それで、ローハースもね、足が痛いのにね、もうね、ボールが来たら自分でね、踏んで投げるって言って、もうセカンドに彼がいるのに、渡さなくて自分で投げて、そこもセーフ、一塁もセーフ。一体何を考えてんだ、この間も満塁、満塁でさ、トリプルプレーやって、あいつはね、もう確かにね、先輩だけどね、なんかね、考えられないことはもうやめろよ、もう本当にもう。だから、後からいなくなったんだけど、お前やりたくてしょうがないの分かるけど、結果が出なかったら意味がないんだよ、ミスター・ロハス。本当、どうしようもないな。せっかく大谷さんがね、今回初めてね、プレーオフに出てるのに。まあ、いずれにしてもね、もう流れも違うし、エラーしてたらこんなゲームでね、エラーしてたらもう勝てない。完全に無理だね。もうまた前のね、2のあれを、まあ、追うだろうね。まあ、前もね、勝ってきて、それで、まあ、パドレスに 3連敗したのよ。パドレスにはね、なんかあれがうまいのいるのかな、こう、やっぱりいろいろ。このいろんなものをあれして、このピッチャーはこうだ、ああだこうだがいろいろやっぱりやるんだろうね。まあとにかくね、ビューラーはいいピッチしてたんですけどね、もうとにかく裏からからみんなね、エラーだらけでボールは取れないわ。それでね、で彼もね、もう帰ったらさ、もういろんなものをもう散りまかして、もうブチ切れてさ、それが分かんないんだよ。やっぱり人にブチ切れないから物に当たるんだろうね。それがね、本当に面白くなかったね。まあ、いずれにしても、まあ、気持ちはわかるよね。もう、あれだけで一生懸命取ったのに、ダブルプレーはできず、今度また取ったなと思ったら、ボールは投げらない、エラーはするわ。もう大変だよ、ピッチャーとしては。かわいそうだよ。はい、まあ、ということでございまして。とにかく今日も負けました。明日でもう終わっちゃうかもしれないですけどね。まあ、とりあえずもうね、一生懸命やってきたんですけど、案の定やっぱりいろいろみんな怪我人とかいろいろ出てて、もういいピッチャーもいないし、ナックが若いからね、どうなんだろうね。まあとにかく最後は彼だでしょうね。うん。で、うまく勝てばね、スラーティとか、まあ、ヨマト・ヨシノボ出るんだろうけど、その出る前までに行かないような気がするしらいでもね、もう僕は勢いが違うもん。ね。なんでど真ん中にボール持っててホームランを打たれたのかよくわかんないね。はい、ということでございまして、ビューラーもね、いいところと悪いところありましたけどね。まあ、いずれにしても、Ladies and gentlemen from United States of America, Hollywood, California, Mr. Shohei Ohtani from 花巻東高校 and 岩手 Prefecture ということで、今日は爽やかに、まあ、負けてるので元気もなくなりましたね。はい、ということでございまして、今日はね、これもね、まだ投票してませんので、皆さんもぜひお願いします。All MLB。それからね、あれもやりましたね、私ね、ハンク・アーロン賞の投票もお願いします。はい、そしてこれをだけ 50-50 をちょっと見てみましょう。はい、大谷ナンバー17、はい、1番取って、はい、どうぞ 50-50 クラブへようこそという感じでございます。それでね、これまたすごいハンナーがありましたね。フィリーズがすごいチームなんだけど、7対2で負けましたよ。ということは、こっちも2対1でなっております。ねえ、このマナエアさんがね、ものすごいいいピッチングしたということで、わあ、すごい。
やっぱりその辺によって違うんだろうね。まあまあまあ、とにかくすごかったらしい。ということでございます。では参りましょう。はい。ということで、今はね、こちらは休みだったので、明日から全部やりますから、今日はサンディエゴ・パドレスとニューヨーク・メッツ勝ったので、2勝1敗、2勝1敗。で、5勝ですから、明日ね、どうなるんだろうね。例えばですね、3勝1敗になっても4回だから、あともう1回あるんだね。だからまあどうするのかね、この辺で勝ってもらった方が、2勝2敗した方が、ちょっと楽しくなるんですけどね。まあということでございますけど、このニューヨーク、あれもすごいよね。ニューヨーク、メッツ。いやー、すごいね。すごい高いね。ピッチャーが持ってたのよ。全部ね、もう他にあげちゃって。もうね、もう下から一生懸命頑張って、今度ここまで来たらもうね、そんなにお金払う必要ないなと思うんじゃないかなと思うんですけどね。まあということで、ニューヨークヤンキーズも111で、まあとにかくね、こちらはサンディエゴパドレスとニューヨークメッツが21になっております。はい、ということで、まあね、この2024年のポストシーズンのことをね、まあこれは全部タイになってますよと。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。すべてのディビジョンシリーズが1勝1敗になったのですか？それは初めてだ。そうなんだ。もし DS の最初の数日が何かを示しているなら、野球ファンは今月の10月にかなりの盛り上がりを期待できそうです。うん。シートベルトを締めてください。2024年のディビジョンシリーズの最初の数日が示す通り、野球ファンはかなりの盛り上がりを迎えることになりそうです。すで、うん、に記憶に残る DS ラウンドは、月曜日にタイガースがガーディアンズに3対0で勝利し、ロイヤルズがヤンキースに4対2で勝利することで続き、両方のアメリカンリーグディビジョンシリーズが1勝1敗のタイとなりました。そして日曜日にフィリーズとパドレスが勝利した後、ナショナルリーグの両シリーズも1対1のタイになりました、それがめったに起こらないというのは控えめすぎる表現です。実際2024年はディビジョンシリーズの歴史の中で、最初の2試合が終わった時点で全ての4つのシリーズが1対1で並んでいる年です。1981年の分割シーズンのために一度限りで導入されたポストシーズンラウンドが1995年に復活し、それ以来ずっと続いていることを考えると、これはかなり印象的です。もし気になっているなら、1対1のシリーズでゲーム3と4にホームに戻るチームは2-2-1のディビジョナルシリーズ形式の下で44回中29回、つまり 66% の確率で勝っています。2024年はディビジョンシリーズの第31シーズンとなりますが、4つのディビジョンシリーズのいずれもスイープに終わらなかったのはわずか7年目となります。前回は2022年でした。過去7シーズンのうち4つのシリーズのうち3つが1対1で引き分けになりましたが、全てのシリーズがそうなったわけではありません。2002年、2003年、2011年、2013年、2015年、2021年、2022年です。これまでに全てのシリーズが最大の5試合に達したのは2012年の一度だけです。2024年のシリーズの最初の2試合に基づくと、今シーズンのディビジョンシリーズラウンドはディビジョンシリーズ史上最高のものになる可能性があります。今シーズンの4つの DS 対戦がどのようにして1勝1敗になったのか、そして今後どのように展開する可能性があるのかをお伝えします。はい。ナショナルリーグ、はい、パドレス対ドジャース。大谷翔平の3ランホームランがドジャースを7対5の勝利に導いたが、ロサンゼルスは最初の2試合をホームで両方勝つことができなかった、代わりにパドレスは第2戦でポストシーズン記録に並ぶ6本のホームランを放ち、10-2で圧勝しました。これにより、シリーズの残りの試合におけるドジャースの投手陣の深さが疑問視されることになりました。2022年のナショナルリーグディビジョンシリーズ NLDS で、
南カリフォルニアのライバル同士がポストシーズンで再び対戦した際も似たようなスタートがありました。ロサンゼルスはドジャースタジアムでの第1戦に勝利しましたが、パドレスは第2戦を制し、サンディエゴで行われた第3戦と第4戦も勝ち取って進出しました、うん、言うまでもなくドジャースは2024年にペトコパークでの厳しい試練にもかかわらず脚本を再び書き換えたいと願っているでしょう、うん、もし彼らがサンディエゴで勝てれば山本由伸第5戦に出場できるでしょう。うん、まあ気持ちはわかるがね、ちょっとねその辺がね何とも言えないね。今の流れのドジャースがねエラーばっかりやってたんだね、打てないは話にならないことになりますね。はい、ということでございます。それではどん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 参りますね。で、今日のね、一応今日のメンバーはこういうメンバーでございます。相手のメンバーはこれですけどね、ちょっとこっちの方ですね見ていただいて、もうとにかく皆さんね、今日は彼ホームラン打ちましたよ。まあギリギリだったけど取れました。で、彼が怪我している、彼も怪我している。どこ行っちゃった、ここ彼怪我してるとはね、なんで出るのと。だってさ、ショート守ってんだから、ショートはねすごいテキパキやらなきゃいけないし、もう出たがり屋なのかね、もう本当にもうメラばっかりして大事なとこに、彼がエラーしなかったら勝ってたよ。もうそう簡単にね 5,6 点は1イニングに入れなかったの、彼もかわいそうに。まあということで、まあとにかくこいつがいるとダメなんだね。やっぱり若手をちゃんとギシビシッとしてやらないとダメなんだ。キャビナックスもねだんだん打てなくなった。エドマンも打てない。まあとにかくねこの辺まで、ここから全部打てないの。向こうは打てる人がいっぱいいるのよ。だからそれじゃもう話にならないですね。この中でも大谷さんはワンヒットでしょ、こっちはホームラン、これは彼もヒット。だからね、いやあれじゃ勝てない。うん、まあということでございますので、明日もまたゲームがございますので、でまあ一応こんな感じですね。うん、ドジャースは1点取ったんですが、パドレスが6点取ったのよ。ここでエラーだらけだよ。ちょっとエラーは書いてないのかね。本当だよ、エラーだらけでございます。エラーね、ドジャースが1って書いてあるのよね。ここもっともっとエラーだよ。ねまあとにかくビューラーは1勝6敗でもうブチ切れてたけど、ブチ切れてもしょうがないじゃん。もうね、実際にはもうあのね、でそこでこうやってあのドジャースはここで4点取ったのよ、この3回でね。で5対6のままこれ6取って、その後は誰も点数も取らなければ何にもないの。だからやっぱりねあれだよね、もうちょっとねなんか欲しかったんだけどね。はい、大谷さんは2-3-1の、まあここはねもうオプスも6-9-3でね、なんかね大谷さんも元気がない、ということでございます。一応ここに出てますけど4打数1安打で得点は1で、2-3-1の6-9-3でベッツが、まあ今日はホームランと打って、打点を2つ、ヒットが2つで、RBI が1個稼いでますね。だからまあもう打ち始めてるんだけど、大谷さんがいまいちで、フリーマンも1-1だもん。で、後からフリーマンは変わって、こっちやっと変わったんですけど、ヘルナンデスはもう4つの RBI、満塁で打ったから。で、あとほらみんな見て、全部ゼロ。マンチーゼロ、スミスゼロ、ラックスゼロ、エドマンゼロ。もうこれいらないんだよね、これだけ打てないんだったら。ね、これは大事な時にやっぱりね、それこそ若手を連れてきた方がいいかもしれない。パヘース後から怪我して彼がいなくなってから来たんだけど彼も打てなかった。だからローハーズが1点ワンヒットでも怪我したっていうことでもおりました、やっと。はい、ピッチャー陣でございます。ブエラーは5イニング投げて6点を刺し、だそれだけなんでもう10-8-0。頑張ったんですけど、エラーでやられました。バンダーも、それ以外はみんな良かったですね。誰も点数は上げてないし。はい、ということでございます。それでは皆さんのあれですね。それでは打席でございます。大谷さん、第1回目。ストライクアウト。この人ね、ボールがね、動くのよ。いろんなとこ、あっちたり、こっちたり。なかなか打ちづらいですよね。はい、じゃあ行きましょう。空振り三振、大谷翔平がスイングして三振しました。今回は
5球まで頑張ったが最後はスイーパーで空振り三振しました、うん、内角のスイーパーがね、あ、お前なと思ったらフィューと落ちたんだよね。それでやられましたけど、まあ、一応見ていただきましょう。はい、はい、どうぞ。これを打ってね、外側に流して真ん中だったのに、あとはみんな動いてるから、ほら、この内角のヒュッとこうスイーパーでやられたんですけどね。はい、第2打席目でございます。今度はねシングル打ちまして、本当にね皆さんね、大谷さんのこのシングルをねあんまりに力入れずに軽く打ってましたよ。だからホームランがね1イニング1 2つか1つか2つでもうホームランがもう諦めて、もしうまくいかなかったら、ねすごいのを狙うんだけど、うまくいかなかったらもう軽く打って出ていったらいいんじゃないかなと思うんですよね。これはねチェンジアップをうまく打ちましたよ。これですよ。はい、じゃあ行きましょう。はい、シングル。大谷翔平がセンターのジャクソン・メリルにライナーでシングルヒットを打ちました。ミゲル・ロハスが二塁に進みました。大谷がチェンジアップうまくシングルにした後満塁になってテオスカヘルなんですが満塁ホームランを打ちました。うん、満塁ホームランを打って4点、その前にベッツのホームランでもうそれで5点、それだけですね。ずっとそのままだったんですよね。相手はもうやっぱり6点取って、あとはずっとそのままでございましたね。はい、これもちょっと、画面をねちょっと見ていただきたいと、動画ですね。はい、じゃあ行きましょう。はい、2打席目でございます。ほら綺麗じゃないですかこれ。ああいうね、その後に彼がほら満塁ホームラン打ったんですけど、うん、だから大谷さんの軽く見ました、軽くああいうやり方はね素晴らしいよ。わざわざそんなガーッといって上がってもね取られるだけでございますからね。これはね、私はびっくりしましたね。今度はフライアウト、これはねすごい一生懸命打ってもうちょっとでホームランだったんだけど、結局はすごく打ってもヒットにはならないのね、取られるから。はい、これはねこれはねスイーパーでしたね、これもね。はい、行きましょう。はい、どうぞ。ヒッターのジャクソン、メリルに鋭いフライを打ち上げた。ホールドオン。はい。フライアウト。はい。大谷翔平はセンターのジャクソン、メリルに鋭いフライを打ち上げた。うん。今回はスイーパーを打ちましたが、もうちょっとでホームランでした。残念。うん、もうちょっとホームランでしたけどね。結局はあれはいくら打ってもホームランにならなかったら、もうただのフライアウトですからね。ということでございましたね。はい、続きまして、じゃあ見ていただきましょう。はい、どうぞ、お願いします。これをまくったんだけどね。ほら、ただのフライアウトでございますからね。うん、いやまあ伸びてホームラン入ればね話は違うけども、だからそれよりも前さっきに打ったね軽く打ったねあれの方が確率が高いですよね。まあホームランバッターですから、まあそれはそれでいいんですけど、うん、続きましては、はい、4回の打席でございます。こちらも見逃し三振でございますからね。スライダーだって。はい、行きましょうか。お願いします。見逃し三振、うん、大谷翔平がストライクでアウトになった、うん、本人はボールと思って見逃したが三振となったので首をかしげながら帰っていた。アンパイアにはね、いやこれボールだよ、ストライクじゃないよっていう、まあ、言いそうだったけど、まあ、この4つの中に見るとギリギリに入ってますね。これはスライダーです、スライダー。うん、まあたまにのギリギリに取られる時もあるんだけど、この辺は全部見えてますからね。ということで大谷さん入ってましたよ。うん、それでじゃあ一応見ましょう。はい、これがボールだね。ほらこれですね、大谷さんノー、もうしょうがなく行ったんだけど、ちょっと待ってくださいね、そのところちょっと見てみましょう。
ね、気持ちはわかるけど、とりあえずまあ入ってましたよ。ここで見た時に入ってましたね。はい、ということでございまして、まあ明日どうするのか分かりませんが、もうなんかね、元気がなくなってるよ。はい、ロバーツ監督、大谷翔平と不審の別々、まあちょっとね、彼の気持ちはわかるね。はい、ロバーツ監督、大谷翔平と不審別の打順入れ替え否定、避けたい昨年の悪夢、逆シリーズ男。ドジャースのロバーツ監督はパドレスとの地区シリーズを翌日に控えた7日、敵地ペトコパークで会見し、不調のベッツを一番に戻す考えはあるかと聞かれ、考えていない。打順の入れ替えで何かが変わると思わない。翔平は絶好調だし、今年はこの形で得点を取ってきたとご。この日の会見はプレーオフで打てないベッツに質問が集まった。昨年のプレーオフは3試合全く打てずに11打数無安打。今年も申告敬遠はあるが安打は出ていない。プレーオフでの安打は2022の第3戦まで遡る。第2戦の第1打席は本塁打性の当たりをキャッチさせるなど不運もあった、本人は何を言えばいいかわからないと重圧を感じているようにも映る。監督は打順変更は否定したが、ムーキーに不安があるのか、打てない重圧が影響しているのかはわからないが、それが影響し始めているようにも見える。とにかくムーキーらしく、あまり過去にとらわずにやってほしいと語り、個人的に1対1で会話を持つことを認めた。大谷が徹底マークに合うことが予想され、フリーマンも怪我で出場が微妙という状況の中、レッツ不振はチームの勝敗に影響しかねない。監督は調子を取り戻してくれるはずだと期待を込めたが、敵地で輝くことができるか。確かに今日はね、ホームラン持ちましたけれども、雑なんだよね。バーッと上げておしまいだから、もう技ありヒットが最近出てないんですよね。前は2つ、3つ、4つ打ってましたけどね。まあ、ということでございます。続きましては、NLB も MVP をね、大谷さんの MVP だけですね。あとはもうつまらない。大谷翔平2年連続受賞なるか、 MLB の今季 MVP 発表は11月22日、ハンク・アーロン賞も最終候補に。MLB の今季表彰の発表日程を報じ、ドジャースの大谷翔平投手、30の2年連続選出が有力視される最優秀選手 MVP は11月21日、同22日に発表されることが分かった。最終候補者は11月11日、同12日に公表され、ナリーグでカブスの今永翔太投手31が候補に上がる新人王は18日、同19日、サイ・ヤング賞は20日、同21日に発表される。米野球殿堂入りメンバーは来年1月21日、同22日に投票結果が公表。メジャー通算3089安打を放ち、近く1年目を迎えるイチロー50の選出が確実視されている。また、MLB は同日、中区リーグで極めて優れた活躍をした打者をファン投票などで選ぶハンク・アーロン賞の最終候補を発表。ドジャースの大谷翔平投手が4年連続でナ・リーグ10選手の候補に入った。大谷は昨年エンゼルスで44本塁打を放って、リーグ本塁打王に輝き日本人として初めて同賞を受賞。今年は MLB 史上初の 50-50 を達成するなど、54本塁打、130打点で打撃2冠に輝き、打率点 3.10 と59盗塁もリーグ2位で、2年連続の受賞が期待される。最終候補は MLB 公式サイトの記者投票で決められ、大谷以外ではドジャース同僚のフリーマンや39本塁打のオズナ、ブレイブス、リンドア、メッツらが名を連ねた。はジャッジ、ヤンキースらが入った。ファン投票は今月13日、日本時間14日までで、米野球殿堂入りした元選手らの投票も加味して11月14日、同15日に受賞者が発表される。はい、楽しみにして待っております。皆
皆様ぜひあれしてください。それがまあね、大谷ランドというふうに言われておりますけど、レトル東京の周りですね、まあいろいろ昨日話しましたけど、ミスターラーメンでね、17を半額にするとか、この17番にちなんでね、いろいろやってるようでございます。ね、ここほら、酒のあれしたりとか、まあこの、都ホテルの上にね、なんかあれ持っていくと、なんかピッチしたりとか、いろいろ動くみたいなんでございますけどね。ということでございました。今日も楽しくやってまいりましたけど、皆様からの頼りがございますので、コメントの時間、まずはこの方、おー、ゆうこさん、初めてでございますね。ゆうこさん、ありがとうございます。じゃあ、参りましょうか。はい。ここからですね。はい、どうぞ。日体ゆうこ XX ハンターさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。マチャドはボールをロバーツに投げつけたのでしょうか？あ、確かに投げましたね。いやいやいや、もうゆうこさんが言ってくれたんで、ちょっと調べましたね、さらに。ちらっとは見ましたけどね、実際にどうなってるのか、このようにね、投げたみたいですよ。ほら、見て、これ。これで、こうやってほら、投げたのよ、こういう軽く知らないうちに。そして、コーチたちがほら、彼が見て、冗談じゃないと、何やってんだ、ほら、って言って、ほら、コーチも怒ってたよ。でも、あそこに、確かにネットがあるので、まあ、あれは来ないんだけど、一体なんで投げたのか、あんまり良くないですね。はい、ということで、柄が悪いのよ。私を狙ったのならリスペクトない。ロバーツ監督、マチャドの気候に困惑、その時は気づかなかった、うん、ドジャースは7日日本時間8日シリーズ1勝1敗で敵地サンディエゴに舞台を移して行われる第3戦を翌日に控え、約2時間のチーム練習を行った。1番打者として打線を牽引する大谷翔平選手はフィールドには姿を見せず、室内で調整した。練習前のロバーツ監督の記者会見の終盤、話題になったのが前日の騒動だ。先発フラーティが初回に先制弾を浴びたタティスへの死球が発端となり、6回の攻守交代時に三塁マチャドが三塁側ベンチ内にいた同右腕と激しい舌戦、三塁塁審が仲裁に入る事態にまで発展した。記者会見でマチャドがウォームアップで使用したボールをドジャースのベンチに向かって投げ、自身に当たりそうになったことを問われると、その時は気づかなかった、本当に気づかなかったと指揮官、落ち着いた口調で映像は見た、いい気はしなかった、防球ネットがあったから当たることはなかった、私を狙ったのならかなりリスペクトがないね。だから意図はわからない。彼の代弁はしたくないと話し、困惑しているようだった。まあ、とにかくあそこのチームに柄悪いやつがいっぱいいるのよ。ねえ、はっきり言ってね、あれね、それだけ柄みんなが悪かったらね、誰も柄悪くなってきてるんだよね。やっぱりね、だからほら日本人のもの、色のものをいろいろしてみんなに教えていろいろやってるだろうと思うんだけど、やっぱり気をつけた方がいいですよね。この間こちらのコーナーにも話がありましたけど、はい、ありがとうございました。おかげさまでね、分かりましたので、まあ、こんな感じでございましたよ、ゆうこさん。はい、また今後ともよろしくお願いします。可愛らしい猫ちゃんでございます。はい、続きまして、通りすがりさんから来ております。ありがとうございます。どうぞ。通りすがりの満身王さん、コメントありがとうございます。ダルビッシュは大谷選手に対してストレートは1球しか投げずに、他は全て変化球で勝負していたみたいです。最初の三振は外角低めのスイーパー、そして2回目の三振はスローカーブだったそうです。これは1戦目も含め徹底的に研究したダルビッシュの軍配と言えると思います。もしかしたらサインもダルビッシュから出していた可能性もありますね。さて、第3戦メールオドリジナ要因から注目されている試合になりますが、ドジャースが勝つとしたらベッツの復活できるかどうかにかかっていると思います。おパドレスの先発キングは結構大谷選手に打たれているんですよね、うん、そういう相性もありカウント次第ですが、無理な勝負はしないと思います、うん、ベッツは安全牌だとパドレスは考えているからです。ベッツは悔しいと思いますが、結果がすべて、うん、打つしかないんです、うん、
大谷選手からベッツに一言聞いてもらいたい。いつやるの？今でしょ？と男ならこの一戦に野球人生かけるくらいの気持ちで臨んでほしいものです。はい。あとはビューラー次第かな。うん。明日も投手が打ち込まれるようならサインを出すスミスを変えてみるのも一つのやり方だと思う。なるほどね。まあ、今日はですね、ベッツはホームラン打ちました。まあ、ギリギリで取られそうだったけど取られなかった。それから大谷さんはワンヒットだけで、それでですね、まあ、エラーで先ほども話しましたけど、ロハスのエラーとあの一塁のねフレディ・フリーマンがねボールをねなあの立って投げられないんだけどさ寝て投げ座って投げたんであのマチャードもほらずるいからもう柄が悪いからまたねわざとこっち側に走ってたのよ。だそうしたらその 彼にぶつかったのよ。それからガーンとねもうエラーだらけでね大変だったんですけど、まあということでございまして、鳥すがりさんありがとうございました。もうね私はがっかりしてます。明日あたりに勝ってもらわないとね、もうね、ちょっと心配になりましたね。もうこれで諦めるしかないかなと。まあ明日みんなで頑張りましょうということで、今日も皆さんと楽しくやってまいりましたけど、今日はもうさよならの時間がやってまいりました。また皆様からの頼りとチャンネル登録などよろしくお願い申し上げます。それではさよならはここでやらせていただきます。はい、この悪夢をねなんとかチェンジして変えたいものでございます。はい、それでは See you later Alligator。 はい、 See you later Alligator。 それでは皆さんまた明日お目にかかります。どうもありがとうございました。